底辺 YouTuber バーの最近のベスコス紹介。まず下地はこれ、コスメデコルテのロージーグローライザー。下地で顔中びっちゃびちゃになったところで、ファンデはラネージュクッションファンデ3度。最近ブラシでつけるのがマイブーム。でも8月に発売するマキアージュの BB クリームも気になるんだよな。マイブームってもしかして死後。そしてパウダーは最近買ったコスメデコルテのトランスルーセントセッティングパウダー。これは付属のブラシついてるけど、このロージーローザーのこのもちもちパフでつけるとピタッと薄付きになるよ。どんなパウダーにも OK。 お気に入りのアイシャドウは、まあお気に入りというかもう定番的に使えるディオールバックステージのアンバー。そしてお気に入りのアイラインがリセのバーガンディリキッドアイライナー。そしてこっちがキャンメイクのジェルライナーの03と06だよ。そしてお気に入りマスカラがマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーと下まつ毛がデジャブです。でも8月にこれの新色が出るんだよな。それも気になってんだよね。そして眉毛を描くのはこのユアグラムの細い芯のやつとロージーローザーのダブルエンドの眉筆とフーミーのこのアイブロウです。レッドブラウンの色です。あ、そうそう、眉尻は落ちたくないのでこのエクセルのリキッドアイブロウで描くよ。15時間持つんだって。あー、今更だけど忘れてた、コンシーラー塗るの忘れてたけど、これめっちゃいいよ。コスメデコルテのトーンパーフェクティングパレット01番。これこの辺に塗るの忘れちゃったけどめっちゃいいです。そしてお気に入りの透明のビチャビチャになるハイライトがロム&シースルーライター01サンキストベール。これをこのロージーローザーのちょっと腰のある筆で塗っていくよ。マキアージュのハイライト、このシンデレラゾーンと目の下に白いのを入れていくよ。そしてこのユアグラムのダブルエンドの筆めっちゃ使えるよ。そして最後のハイライトがこのプリズムエアクリオのピンクみがかってない方のゴールドだけのハイライトをこの辺に塗っていくよ。ほわほわしてこの筆、ハイライト入れるのに、細かいところにハイライト入れるのにめっちゃ使えます。でチークは定番中の定番、マックのウォームソール。これだったら何色のアイシャドウにも似合うよ。そして鼻とあの輪郭のシェーディングはキャンメイクのシェーディングパウダー05。このユアグラムのこんな感じの密集したハケを使うとやりやすいよ。ここはね、鼻筋は違う筆でいきましょう。そしてリップはリップモンスターもいいけれど手に入んないみたいなんで、私はこっちもお気に入りです。イブ・サンローランの610塗っていきます。じゃあ髪をじゃあ髪をセットします。ちょっとその前に忘れてた、涙袋の影とぷっくり感とキラキラをやります。パーフェクトマルチアイズ01のここの部分を影にして、ここでぷっくり感をこの下で作って、ロム&のキラキラは大粒なんでこちらのイニスフリーの細かいキラキラをつけます。これは一生パキパキに乾きません。おすすめだよ。これでアホ毛を落ち着かせます。アラフィフ世代で髪の毛がへたってきている人はワンと逆さを向いて髪を乾かしましょう。これで出来上がり。